いつも ADMJ TV をご覧いただき誠にありがとうございます。整理収納アドバイザーの島田です。そしてはい、稲垣です。よろしくお願いいたします。本日は12月に開催されるポップアップニュースということで、はい、ちょっと店舗数が多いので駆け足でご紹介させていただきます。まず最初は群馬県高崎高島屋さんでございます。2階のイベントスペースで12月1日から7日までの1週間、ご紹介をさせていただきますが、はい、担当営業の岡地さん、こんなスペシャルアイテムをご用意してこのイベントご紹介をさせていただきます。フィバナイラのライダースポケットトートでございます。ハンドルの立ち上がり しっかりこれだけ高いので、おそらくコートを着ていても肩からしっかりかけていただき、スマホもここから届かないですね。失礼しました。スムーズに出し入れしていただくことができます。ファスナーポケットにもカードが収納できますし、マグネットのポケット、失礼しました。マグネット開閉式になっている、口を開けていただくとこのような作りになっています。はい、今高崎高島屋さんでは年に2回のペースで開催をさせていただいているんですけども、1回だけなのか。でもそうですね。なので非常に貴重な機会となるかと思います。はい、そしてなかなかこの12月クリスマスシーズン楽しもうっていうのが本当にお客様、約もう2年ぶりになりますかね。このまま行くと、もう盛大なこう年末が、はい、楽しめそうなので、はい、釣りに行かせていただきます。はい、はい、では福屋八丁堀店さん、はい、お願いいたします。はい、福屋八丁堀店をご紹介する稲垣です。で、軽くてさ、持ってること忘れちゃうぐらいの、これは本当に、素材が。ウルトラ、マジックライト、ウルトラライトは違う会社ですから。マジックライト、フルネーム言っちゃうし。マジックライトです。あ、これがあったのっていうのがちょっとびっくりでした、はい、私は。大事に撮ってる人がいる。はい。すごいね。それが、福屋八丁堀店2階イベントスペースです。これ、どこですか？広島県、ね。広島か、はい、広島、12月の2日から8日まで。広島ね、ついこの間ね、ちょっと知り合いがね、行ったよ、なんていう話を聞いたところでした。ご実家があるんでね。軽いんです。栗ちゃんです。そう、この見ました。あのインスタの写真が実家かと思って、すごいお家だなと思ったら。私も、栗ちゃん。近くのお寺ですって。何の話かと思った方はぜひインスタ登録して、覗くだけでもいいのでしてみてください。小林さんも私もインスタもやっております。さあ、そして、こちらがもう同じく、マジックライトで、このお財布とかだけを入れられるタイプがね、クロスボディできるのがまだあったなんてと。これはね、本当に軽くて便利なので、私も個人的にお勧めしたい。それが、12月2日から8日までです。ごめんなさい。何ですか？終わりです。終わり、そういう意味ですね。はい、かしこまりました。では続いてです。東武百貨店さん、お願いします。はい、合ってるよね。はい、合ってる？どうした？ではなくですね。ではなく、実は、皆さん。あれ、そんなことないですよ。実は宮崎の山形屋さんでございます。宮崎県内では唯一の開催となる山形屋さん1階イベントスペースでの開催でございます。12月8日から13日の、これは変則5日、6日間になりますかね。ちょっと、1週間ではないので、月曜日が最終日ということで、ぜひ地元の皆さん、普段 ADMJTV をご覧いただいている皆さん、現物の商品ご覧いただけるチャンスでございます。こちらはもう ADMJ の代名詞ともいえるオリジナルのシュリンクレザーを使ったフラットデイリートートバッグです。これ素敵な価格なのかしら。そうなんです。ちょっとね、価格訴求商品ということで、山形屋さんイベント開催時の特別価格でご紹介をさせていただきます。このハンドルに使われているテープも、これシルキータッチですね。国内のテープメーカーさんと実は共同開発をさせていただいた中空紙と呼ばれるもの、軽くてツヤがあって、さらに、もうこの美しい光沢が、はい、そろそろ時間ですかね。そんな素晴らしい、はい、商品でございます。このような商品ご用意しておりますので、ぜひ皆さんご用意じゃないです、お待ちしております。ご来店をお待ちしております。はい、東武さんでございます。お願いいたします。失礼いたしました。東武さん、こちらでございました。もこもこちゃん、もこもこちゃん、もこもこちゃんですよ。これ、やるの？12月9日から15日まで2階のイベントスペース、東武百貨店池袋店でございますが、3色ありました。今、
うわ、あの個人情報であれですけど、ちっちゃい方加古さんが買っていただけます。個人情報です。絶対似合うと思う。可愛いと思う。はい、あ、もう本当にあの加古ちゃんはあのおしゃれ番長でございますので、はい、すこれ本当にあの使い勝手のいい、はい、このラウンドタイプで、でそれもしかもね、やっぱりここまで素材感がね堪能できるというのは ADMJ マニアならではじゃないかと思うんですけれども、はい、外側にねこの自分の手元の体に当たる側に背胴側に、はい、ポケットもついているので、まあ、ちょっと小さめの携帯電話だったらば入るかなと。一番大きいのは入らないかな、入らないかもね。タイマーが入る、え、やってみてもいい、いい、ちょっと今タイマーになってるからあまり動かさないようにして、あ、今入らない、入らない、入らない、失礼します、マックスは入りません、マックスは入りませんでした。はい、こちらがブラック、それからこれなんて名前だったっけ、ナチュラルリーだっけ、ナチュラル、いや、あの本当に中も全部ね、このテープがされている形とかね、こういうねちゃんとストラップもついているとか、本当に本当に、このねシーズンものが欲しいわという方は、東武百貨店池袋店2階イベントスペース、私ね結構ここ行くとね地下が行っちゃうんですよ。お菓子売り場がすごく楽しくて、はい、結構充実なので、いつも弁当買ったりとかします。ということでお待ちしております。はい、さあ続いてはよいしょ、これがね、私めくれない、これ全部合ってんのかな、これで、はい、大丈夫です、合ってる、はい、時はさん、合ってない、時はさんです、合ってた、はい、続きまして九州大分時は百貨店さんです。1階南エスカレーター横のイベントスペースで12月9日から15日までのこちら1週間でご紹介をさせていただきます。もうこの秋冬大人気のこのモーツァルトのモバイルショルダーバッグですね。こちらはなんとスリムウォレットがついたショルダーになっています。なんとこれ内装の革、国産の牛革を使っているんですが、無双仕立てということで、内装も同じ革を使った贅沢なスリムウォレットが入っています。しかもこの底の部分、切り目を入れずに一周ぐるりと贅沢に裁断をしたこの手抜きのないスリムウォレットが搭載されたショルダーポーチということで非常に大好評いただいております。めちゃくちゃ人気だよね。はい、これは今の ADMJ ができる最高峰の技術と素材と、そうですね、収束している一環だと思います。はい、背胴側にもポケットがついておりまして、ちょっと4色持ってくるんじゃなかったと後悔しております。素敵に見えませんか、なんか月曜から夜更かしに出てくるおじさんみたいになっちゃってるから すごいリアルに。そしてこの今シーズン開発しましたザ・ビーの真鍮製金具、こちらがついてシンプルですが本当に存在感のあるショルダーバッグが完成しました。はい、大分時和さんでこちらのバッグご用意してご紹介をさせていただきます。皆様ご来店お待ちしております。続きまして これやってる、はい、宮崎山形屋さん、はいです。鹿児島ここ違うの、はい、一番後ろに、もう今日ごめんなさい、本当あのもう本当生放送でやっておりますよ。嘘なんだけど撮り直さないんだよ。ADMJTV は一番後ろか、はい、はいはい、ちょっと待ってくださいね。またねこれが手が乾燥し始めて白いしないよ。ちょっと待ってね、ちょっと、じゃあちょっとなんか違う話を、どこだっけ、お願いします。はい、お願いします。じゃあ物だけちょっと今見てていただきましょう。これがあることは間違いないのね。はい、これは、シュリンクレザーのこのクロスボディバッグなんですけれども、はい、大人気でね、本当にあの私も店頭でこれをお持ちになっているお客様によくお会いいたしますが、便利よ、何でも入るしっていう声が多くて、薄そうに見えてちゃんと、ここダーツが取られていてマチがあるからすごく便利なんです。あ、出ました、鹿児島山形屋、はい、2号館2階特設会場、場所の言わなきゃいけないね、12月の16日から25日、最終日は16時閉場となりますことご注意くださいということですけど、本当まさにクリスマスがかかってる時ですね、これね。
2021年が終わろうとしています。終わっていく、終わっていく、私は何かを残せたのだろうか、はい、いや本当にすごい、なんだろう、ここでなんかちょっと、島田さんをちょっといじるというお笑いしか残せませんでしたけども楽しくね、本当仲良くさせていただいて皆様のおかげでございます。ということで締める時間じゃない、あ、忘れておりました、稲垣さんに見とれてしまって、こちらで最終声終わり、はい、はい、ということで、本当にあのポップアップ、日本全国あちこちであの開催させていただき、そしてまた皆さんにお越しいただけるように少しずつなってきたかなという時期でございます、はい、どうぞでも、引き続き皆様ね、体調にお気をつけて、はい、こちらも万全の、体制を整えて皆様からのお待ちして、皆様のお越しをお待ちしております、ということで、はい、ぜひ、今度はさわさした番組ですが、チャンネル登録も、そしてまた、皆様からのいいねもいただけたら嬉しいです。では、以上今日の、お時間ご視聴いただきましてありがとうございました。